あなたにとって、はい、幸せな状況、幸せな時ってどんな時ですか？やはりですね、休日のどっかへ行くってのが一番の幸せかなと思ってます。今日もその過程の途中ですね。まあ、好きなところ、行きたいところをあらかじめ前日までに決めてですね、これで、まあ、今日はここにしようっていうのを決めまして、今日は池袋は突発的なんですけど、はいはい、6時ぐらいに携帯電話をいじってたところで気になる情報なんで急遽聞くと申請に乗って駆けつけました。それで街行って、はい、どんなことをしてるときは楽しいですか？歩いててこういう音楽聴いたり。そうですね、フリーライブに主に行きますね、はい、じゃあもう街の中であの音楽を聴いて、はい、それで、その中からいいなと思うものを、はい、実際のコンサートにも行くと。そうですね、それはとても楽しみでいいですね。はは、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。お幸せに。 ありがとうございます、はい。幸せとは辛さに一本線を引く作業と。幸せという言葉にはここに線がなければ辛いという字になると思うので、それなんで僕は線を一本引く作業が幸せになるんじゃないかと考えます。心開けば見える景色は変わるんだ。丸めますか？幸せとはっていう質問なんですけど、言われるとすぐには出ないんですけど、ポンと思いついたのがやっぱり子供といる時が一番自分らしい笑顔と幸せな気持ちになれます。はい。